ニコラ・ゴダンは、フランスのミュージシャン。エールの一人として、広く知られている。フランス、イルド・フランス、ルシェネで生まれたゴダンは、エコール・ナシノール・スーパー・ユール・ディ・アーキテクチャーでベルサイユで建築を勉強。後に、エールのパートナーとなる、ジャンブ・ノワ・ダンケルもそこで、ゴダンと共に数学を勉強していた。ゴダンは、エール結成前、ジャンブ・ノワ・ダンケル、アレックス・ゴーファー、シャエル・ジュモ ジーンでレデレットと共に、オレンジというバンドのメンバーだった。五段とジャンブノワはティーンであった1980年代から共に音楽活動をしている。エアーは、アムール、イマジネーション、レイブ、愛、創造、夢の頭文字から来ている。エールは最初ソロプロジェクトだった。当時建築を勉強していた学生でアマチュアミュージシャンでもあった五段は、 フランスのインディレーベルのソースがリリースするコンピレーションアルバムのためにトラックを作ってほしいと友人から話を受ける。五弾はポータスタジオでモジュラーミックスを制作しアルバムソースラボに収録された。その後1996年にイギリスのレーベルモーワックスから再リリースされている。ソロプロジェクトでのリリースをきっかけに五弾はクラシックピアノの経験がある。 ジャンブノワ・ダンケルをエールに誘う。それからは共に、ジェドルミー・スースロー、レ・プロフェチョネル、カサノバ・70、レ・ソレイ・ウエスト・プレイで、モイなどのマキシシングルを制作した。そして1997年、ソースはエールに、アルバムの制作を依頼する。パリにある、レコーディング・スタジオ・スタジオ・デ・セイント・ナムで、数ヶ月間制作をする。1998年にデビューアルバム、 ムーンサファリをリリース。シンセサイザー、弦楽器、ギターなどの楽器を混合することは当時のエレクトロニカジャンルでは珍しかった。ムーンサファリはイギリスでプラチナディスクに認定され、フランスではゴールドディスクに認定された。2015年9月18日、5段は初のソロアルバムでヨハンゼバスティアンバッハの影響を受けたアルバムコントロポイントを ビコーズミュージックからリリース。5弾はフランスの番組シークレットサービスマルヒミッションのサウンドトラックを作曲。5弾は2枚目のアルバムコンクリートグラスを2020年1月24日にビコーズミュージックからリリースする。ありがとうございます。